皆さん、こんにちは。ひろきです。いやー、今日は寒いですね。もう昼なんですけどね。寒い、寒い。けど、部屋の中はあったかい、あったかい。まるでロシアみたいな、まるでヨーロッパみたいな、部屋の中だけはあったかいみたいな感じですね。はい。一応ちゃんと別の画面で、24時間流しっぱなしのリアルタイムニュース見てますので、電力量が逼迫してきたらちゃんと暖房落としますよ。はい、それまでは快適でいようかなと思ってます。はい、前置きはそのぐらいにして、はい、今回はアルコールのご紹介です。リキュールになります。はい、これは修道院で作られたもので、レシピは公開されてなかったはずですね。はい、ということでお見せしましょう。こっちからがいいかな。はい、ベネディクティン、ベネディクティンドムというお酒です。はい、なんか古そうな印鑑みたいなのついてますね。手紙にバチッと貼るような。はい、よーく見るとここに1510って書いてるんですよ。すごい古いお酒ですね。はい、1510年に作られたお酒ってことなんでしょうね。はい、ベネディクト修道院。はい、早速いただいてみたいと思います。はい、よっと、これ開けやすいんですよね。おっと、はい、じゃあいただきます。おいしい、甘い、ロックで飲みたい。あー、これロックで飲みたいですね。美味しいな。ストレートでも美味しいんですけどね。これはロックで飲むと美味しいぞ。香りもいいですしね。はい、おいしい、美味しかったです。これね、高くないんですよ。多分今円安ですけど4000円ぐらいで買えるんじゃないですか。はい、ウイスキーと比べたらね、そんなに高いもんじゃないと思いますけどね。はい、何年ものとかないんで、ヴィンテージとかないんで、ヴィンテージもないですし、あと貯蔵何年とかもないです。はい、いつも同じものが1個だけ、1種類だけいつも売ってます。はい、常に同じ味です。はい、カクテルの材料によく使われますね。はい、私はロックで飲むの好きですけどね。はい、もともとこういうものって、もともとこれだけで飲むために作られたものですから、こういうものっていうのはカクテルじゃなくて、はい、それだけで十分複雑な味してますからね。はい、まあそれをもっとっていうのが、まあそのバーテンダーのね、その腕の見せたいところなんでしょうけどね。はい、まあ僕は普通にストレートで飲むのが好きです。はい、ということで、フランスのリキュール、ベネディクティンドムの紹介でした。はい、お近くのリキュールストア、もしくは amazon.com などでお買い求めください。それではまた別の配信でお会いしましょう。さよなら。